どうも岩井です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと前の話になるんですけども、コロナの影響で一人10万元の給付金があったじゃないですか。僕が住んでる京都はね、かなり給付が遅かった地域なんですけども、それも無事ね受け取りまして、その10万円を何に使おうかなって思ってたんですけど、いつものようにね楽器に溶かしちゃうのはちょっともったいないような気がしてしまいましたんで、今回ね原付を買ったんですね。その原付買ったものをちょっと見に行きますんで、ちょっと行きましょう。こちらマグナ50ですね。まず一旦ぐるっと見てみましょう。よいしょ。ご覧の通りあんまりいい状態ではないです。ギターでいうところのジャンク、バイクでいうところの不動車ですね。じゃあちょっと前からチェックしていきましょうか。まずですね、フロントフォーク、オイルシール、ダストカバーっていうんですか、朽ちてますね。これはフロントフォークオーバーホール必須ですね。で、ニュートラルランプとか、ウィンカーの表示灯とかないです。で、右のライトがないですね。左はついとるんですけども。ほんで、メーターないですね。スピードメーター、ここにねクロムメッキのでっかいパーツがあるんですけど、それごとないです。で、メーカーだけないんかと思いきや、メーターギアごとないんですね。メーターギア、メーターケーブル、メーター丸々一式ないです。ほんで、ここね、なんて言うんでしょう、これエンジンガードがついてます。で、パワーフィルター化されてまして、ほんで気になるのがこれですね、チョークなんですけど、ここをね見といてもらいたいんですけど、チョーク引くとね動くんですけども、こいつが戻しますよ。戻らないんですね。このね、ここがちぎれちゃってるんで、ここを引っ張ってやらないと戻らないと、そういう状態です。ほんで反対側行きまして、ここにねプラグがあるんですけども、でこれが、イグニッションコイルね。で、プラグキャップがないですね。プラグキャップをつけるか、プラグコードごと交換ってことになりそうです。で、よいしょ。オイル黒いっすね。で、バッテリーもないです。マグナ50はキックスタートがなくてセルスタートのみなので、バッテリー必須ですね。で、シートこんな感じに破れてまして、リアブレーキのこの固定具もないんですけども、それだけかと思いきや、ここが固着してるんで、リアブレーキ効いてない状態で固まってますね。ドラムブレーキ開けて中清掃することになりそうですね。で、ウインカー折れてます。こっちも折れてます。こんな感じなんですけども、嬉しいポイントもいくつかありまして、これねキャリアついてんの嬉しいですね。なかったらどうせつけようと思ってたんで嬉しいです。で、チェーンがね比較的新しいものに交換されています。で、パワーフィルターにされてるのも嬉しいポイントなんですけどね。で、一番ポイントがタンク。錆びてますね、外側錆びてるんですけど、中ピッカピカなんですよ。これもとても嬉しいポイントです。よいしょ。そんな感じなんで、ぼちぼち直して乗れるようにしていこうかなと、そういう感じでございます。はい、と見ていただきましたけども、ああいう状態でございます。自分でね直したりいじったりしないと気が済まない性分なので、ああいうものを買ってみました。
自分のねちょっと予定というかパソコンでねパーツの値段とか調べたりしてたんですけども、だいたいまあ3万ちょっとぐらいあれば直るんじゃないかなと、そういう感じで見積もっております。なので、本体がね3万か1000円やったんで、まあ7、8万ぐらいで乗れるものになったらいいかなってとこですね。今中古で普通に乗れるマグナ50買おう思ったら15万ぐらいはするんで、かなりお得だったなというところですね。で今後の予定なんですけども、まあ、マグナ50いじっていく動画をね何本か上げようと思ってるんですけども、まず1つ目、法律上乗ってもいい乗り物にするっていうところですね。ウィンカー直して、まあ、始動させるためにバッテリーとかハーネスとかも直して、でスピードメーターもつけて、でナンバー取って法律上乗ってもいい乗り物にすると、そういう回をまず一つと、あと考えてるのが、まあ、安心して乗れる状態にするってとこですね。ブレーキじゃないな、フロントフォークのオーバーホールだったりとかオイル交換だったりとか、まあ、そういう安心して乗れる装備を整えていくと、それがまあ2本目にして、まあ、その後、まあ改造とか多分していくんですけど、まあ、それはね余裕があったらって感じですね。まあでも自分のチャンネルは楽器いじるのがねメインのチャンネルなんで、できるだけマグナの動画が連続しないように間に楽器の動画を挟むようにね更新していこうと思ってますんで、これからのひまえらギターズチャンネルもぜひお楽しみにという感じでございます。それでは。